北斗がごとくは、セガゲームスより2018年3月8日に発売された、プレイステーション4用ゲームソフト。キャッチコピーは、北斗の常識を、打ち壊す。北斗の剣の世界観をモチーフとして、龍がごとくのシステムを融合させた、両作品のコラボレーション作品であり、冒頭の剣士郎と真の戦い以降は、原作のパラレルワールドとなる、オリジナルストーリーが展開される。 竜がごとく六命の歌の開発時に企画が始まっており、本作の開発時にはドラゴンエンジンが完成前だったため、本作では竜がごとく霊地界の場所及び竜がごとく曲で使用されたエンジンを本作に合わせて調整したものが使用されている。ノーススターズピクチャーズ側から、ケンシロウは歌わない、ユリア以外の女性は口説かないといった要望があったため、本作には 竜がごとく、シリーズで恒例のカラオケは登場せず、ナイトクラブにも客としてはいけない。一方、竜がごとく、シリーズ恒例の DLC は本作にも登場する。日本国外では日本語音声に加え英語音声が追加された北米、欧州版が2018年10月2日に発売された。シとの決戦後、死んだとされたユリアの手がかりを求めて、 エデンを訪れたケンシロウは、その門前で無法者を倒していたところを、衛兵隊長のジャグレに捕らえられ、地下牢に投獄される。そこから脱獄する際、出会ったエデンの住民の女に人を探すためである、ことを伝えると、エデンのコロセウムで月に一度行われる、罪人たちによる殺し合いの章囚人闘技で優勝するように言われ、ケンシロウは地下牢へ戻る。その翌日、 囚人闘技にて圧倒的な力で罪人たちを始末していくケンシロウは最後の相手として現れたデビルリバースを倒す。その後、脱獄の際に出会った指導者の女に何を望むのか問われたケンシロウはエデンにいるというユリアに会いたいことを伝えた。竜が如くシリーズのスタッフが制作していることもあり、原作キャラクターを含めた登場人物の多くは竜が如く シリーズに参加したことがある声優がキャスティングされている。ナイトクラブ賞金種バギーレースバトルシステムは、龍がごとくに似たアクション性になっており、アドベンチャーに関しても龍がごとくの世界観が色濃く反映されている。ありがとうございます。